おはようございます、えー、今日の話は「やる気を引き出す元気の心理学」という,う柳平左官さんの本の中から「店の店員の冷淡な客あしらい」という話です、えー。人がなぜ離れていくかについて興味深い調査をボー・コンクリンさんが行っています。それによると店からお客が離れる原因はお客様の引っ越しや死亡が4%。 友人に勧められて店を開けたが5%店同士の競争に煽られてが9%商品に対する不満が14%そして残りの実に68%が店の店員の冷淡な客あしらいが原因だったというんですさらにこの冷淡なあしらいの具体的な内容についてみるとトップは微笑まない 2番目はありがとうを言わない3番目がつっけんどんな応対だったということですそこである店がスマイルキャンペーンをしたところ立ちどころに20%パーセンイゾーンになったといいますさてあなたは先週1週間誰に微笑んだか思い出せますかある調査によると微笑んだ50%以上の人がテレビの笑い番組だったということですところで遺伝子研究に取り組んでいる村上和夫教授の面白い実験をしました 漫才を聞いて大いに笑った後で血糖値を測定したところ血糖値が驚くほど落ちていたまた笑いは脳細胞に新鮮な血液を送り込み脳卒中も予防する効果があるんですその笑いが今一番不足しているのが家族や親子同士かもしれません仕事ま仲間での笑いもなくなってきているようです村上教授は笑いは遺伝子をオンにしてくれて人々を元気にすると言います さらに心の持ち方心構えを積極的にして志のようなものを持つと遺伝子がオンになりやる気が起きると言います122歳まで生きて世界最高齢と言われたフランスのカルマン夫人が元気で長生きするにはまず退屈しないことそれから笑うことが大切だと言っていますこれも心の持ち方が長寿の秘訣と言っているんだと思います 店からお客が離れる原因の68%が冷淡な客あしらいという話がありますがこれは何もお店だけの対応ではありません例えばかなり意気込んで誰かに何かお願いしたり頼んだりした時に冷たくできませんとか無理ですというように木で鼻をくくったような交代をされるとです、ね、誰もがテンションが下がって嫌になります冷水を浴びせられたように一気に気持ちが泣いてしまいます えー、冷たくて人を離れさせる言葉の反対が和言愛語です良漢和尚が、えー、使った言葉ですね和言愛語とは和やかな笑顔と愛のある優しい言葉のことですじゃあ今日はこれで終わります